トマス・ジェファーソンの母子。アメリカ独立宣言とバージニア信教自由法の起草者にしてバージニア大学の父と告されている。バージニア信教自由法は1786年1月にバージニア国議会において可決された法律。トマス・ジェファーソン起草。アメリカ合衆国において初めて政教分離原則を定めている。アメリカ独立革命以前。 バージニア植民地ではイングランド国教会が皇帝教会として認められ、独立後は同教会が再編成され、プロテスタント監督派教会として特権的地位が与えられていた。このような制度はヨーロッパの啓蒙主義の影響を受けた合理主義者や不服従派と称された非国教徒たちによって批判されていたが、アメリカ独立宣言の起草者で、 理心論者のトマス・ジェファーソンもそのような合理主義者の一人であった。独立宣言採択後バージニアに帰郷したジェファーソンは1779年から1781年までバージニア国知事を務めた。1779年、ジェファーソンは自身が起草した信教自由法を国議会に上提した。ジェファーソンは同郷のジェームズ・マリソンの協力を得て、 バージニアでの信教自由法の実現を目指した。1784年に制定された宗教結社法人法は、プロテスタント監督派教会が国教会の不動産と教育性を継承することを認める権限をめぐってのものであったが、マディソンはこの法律に対し反対の声が高めるのを待って撤廃の動きを開始した。マディソンは、西岸と抗議と題する 西願書において、信仰の自由は、理性と、信心によってしか導かれることのできない、個人の内面の問題であり、政治的に強制してはならないと主張した。西願の署名者は1万人以上に広がった。長老派、バプティスト派、クエーカー、少数のカトリックに加え、メソディストや監督派の一部も含まれていた。1785年。 宗教結社法人法は撤廃され、翌千七百八十六年一月十九日、新教自由法がバージニア国議会において可決、成立した。ジェファーソンが中フランス公使としてパリに赴きアメリカを離れていた時期のことであった。新教自由法では何人も宗教儀礼に献金したり、足しげく教会に通ったりすることを強制されないと定め、 また、すべての人は、いかなる形であれ、どの人の市民的権利に影響を当てることなく、宗教問題について、信念を表明し、議論する自由を許すると明記している。これは、キリスト教を中心に据えた、従来の関与論をさらに一歩進め、皇帝教会そのものの廃止を含んでいた。皇帝教会が存在する限り、 少数派の信教の自由は保障されないというのが、ジェファーソンやマディソンの信念だったのである。信教の自由というとき、一般に、特定の教会、教派の警戒心からその特権的地位を認めないというような消極的意味合いが従来、支配的であったが、この法律では、宗教の信仰は、万人が保有する平等の権利であり、万人は、良心の命ずるままに、 それを信ずる自由を有するとしており、むしろ宗教の自由な実践のためになさるべきものという、積極的な意味付けがなされた。これは、ジェファーソン自身が、開拓初期の宗教家、ロジャー・ウィリアムズの政教分離思想の影響を受け、自身イスラームの聖典、クルアーンの英語訳を所有するなど、宗教に対して深い関心を寄せ、この法の制定にあたり、 経験主義的な宗教指導者の話をよく聞いていたことなどからも伺い知ることができる。大覚醒と呼ばれる信仰復興運動の担い手で、ある経験な人々と啓蒙主義の影響を受けた理心論者たちは、異なる宗教的見解に立ちながら、信教の自由という共通の目標においては、協力関係を築いたのである。また、バージニアにおいてはすでに宗教的多元性が、 実現していたことも、成立の要因とみなすことができる。ジェファーソン聖書病死この方は、マディソンを主たる寄贈者とする1787年成立の、アメリカ合衆国憲法の第一修正条項に、引き継がれて、政教分離原則と心境の自由の保障は一層、強固なものになっていった。ありがとうございます。